清宮選手です。
いてグランドスラムを含む4安打6打点の活躍、清宮幸太郎選手です。ありがとうございます。なんとしても2回の満塁ホームラン、振り返ってください。まあ、細川がちょっと、スクイズを失敗してしまったりしてなんとかカバーしたいと思って打席に入ってました。そしてこれがプロになって初めての満塁ホームランということになります。全員ランナーを抑えてきました。やはり意識は違いますか？ちょっと意識はしてたんで、まだ打ったことないです。まあ、そこまでめちゃめちゃ狙ってたわけではないんですけど、打った時にはもうすぐ、あ、初めてだと思いました。今シーズンは残り2試合ということになりました。清宮選手は現在ホームラン18本、20本まで2試合で2本ということになりました。このあたりの意識はどうでしょうか？いやー、意識はしてます。はい、してないんで。そうですね、1試合しかないですけど、できる限りのプレーを、はい、したいと思います。そして本拠地札幌ドームは明日がラストゲームということになります。力強いメッセージお願いします。明日も勝つ。ありがとうございました。続いて中島拓也選手お願いします。今日はセンターの3、そして2安打2打点の活躍でした。今日の打席をまず振り返っていただけますか？はい、まあ、チャンスなので点が欲しいと思いますので、まあ、打点を上げれてよかったなと思います。今日はセンターの3でした。守備機会もありましたが、この辺りはいかがでしたか？どうですかね、安心して見れますよ。試合に出れるということなので、これからもまあここでも守れるように頑張りたいなと思います。中島選手にとって札幌ドームは非常に思い出の地だと思うんですが、一番の思い出は札幌ドームで何かありますか？思い出はそうですね、日本シリーズ2016年の札幌ドームの春樹が打ったシャミオーダー、あれで一番楽しみでましたね。よろしくお願いします。札幌ドームを味わいたいという皆さんが大勢いると思うんですけれども、新球場ではどんな活躍を見せてくれますか？まあ、試合に出て頑張りたいなと思います。そして札幌ドームでは明日がラストゲームということになります。チームを代表して皆さんにメッセージをお願いします。はい、明日噂投げるんですけど、試合中に噂が明日も打ってくれって言ってたので、明日も打って勝ちたいと思います。ありがとうございます。